はい。こんにちは。あとひゃおです。本日はですね、ちょっと久しぶりなんですけど、プロジェクター開封していこうと思っていて、割と安めなんだけど、そのランクにしてはっていう感じのプロジェクターですね。それがこちらです。イェイバーっていうところの、まあ、プロ V7 という、まあ、V7 プロって言った方がいいのかなっていうプロジェクターで、ちょうどね、Amazon でクーポン出てましたね。8000円ぐらい引かれるのかな。で、それ使うと2万2000円ぐらいんで、割と元々の価格がちゃんとしているというか、これ、プロジェクターってピンキリじゃないですか。で、その中でクーポン使ってそれぐらいなんで、まあ、そこそこの、ちゃんとしたプロジェクターで安めのものっていう感じです。でですね、まあ、こいつの、まあ、いいところっていうのが、補正能力。うん。プロジェクターで、まあ、ちょっと傾いたりとか、した時の、その補正能力が、まず 6D 自動台形補正とかな。そんな能力がついてるのと、あとは、まあ、このぐらいのランクの価格のね、プロジェクターでは結構当たり前ですけども、ネイティブで、1080p 再生できるっていうところが、まあそこがね、基本的にベースとしていいところかなっていうところですね。あとはまあ Wi-Fi 通信とかでも 2.4GB 帯だけじゃなくて 5GB 帯にも対応してるので、まあ例えばそのスマホからのミラーリングなんかでもね、安心だよね、みたいなところがあったりするのと、明るさなんか。大体ですね、この2万円前後のプロジェクターだと8000ルーメン前後っていうのが、まあベースなんですけど、ベースラインというかね、まあこいつは9500ルーメンっていうことなんで、割と明るいところまでいけちゃうよっていう感じのものですね。だから、しっかりスペックも備えつつの、まあ現状、いいタイミングでクーポン出てたりするんで、ちょうどいいかなっていう感じがしますので、ちょっと期待してるところです。で、デザインもさ、結構なんか今風じゃん。ね。なんかこう、ボックスみたいな感じじゃなくって、ちょっとこう柔らかい感じになってたりするんで、そこら辺も楽しみなね、感じなんですけど、ちょっとね、開封していこうと思います。これね、いつも通りの、その俯瞰、上からの俯瞰で開封するっていうのはなかなかね、できないサイズなんですよね。なのでちょっとここから開けさせてもらおうかなというところなんですけど、よいしょ、おー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 おおお、素晴らしいじゃん。え、おお、なんとケース、しかもこのショエルリュック型のケースに入っていますね。これは持ち運び便利よ。そんなに、言うてそんなに持ち運ばないと思いますけど、要はその、まあ最近だとあんま行かないと思うけど、その、キャンプとかそういう時でもいいですよね。ちょっと団体で行く時とか、なんかこうパッと貼ってやったりするのもいいでしょうし、まあその普通の企業とか会社勤めだと、まあそのイベントごととかそういうところでもそうだし、まあもちろんその会議室それぞれの移動っていうところもしやすかったりすると思います。ね、あとはね、意外といいのが、なんかサークルとか学校とかそういったところですよね。なんかそれぞれこう移動させるっていう時にこういうのあると結構便利なのよ。ここまでしっかりしたね、携帯できることを考えてるケースなかなかないですね。ちょっとこれだけで俺好印象になっちゃった。で、しっかりとね、これはこう、肩にかかるところクッションがあったりとか、意外としっかりしてるぞ。よし、開けまーす。おー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 おおお。まずは取説とか、あと掃除用のものとあとドライバーですね。これ一つなんか綿棒みたいなのがね、2本入ってたりします。で、あと、これはなんだ?ああ、これはこういうお決まりのね、社長さんからのお手紙ですね。ね、電源ケーブル。なんか AC のこういうダップがあるっていう感じではないのがすごくいい。そして、この中に、まあ、いろいろとケーブルも入ってたりしますけども、レンズカバー拭き拭き。
これは、懐かしいな、この。こういうケーブルがね、三軸のものが入ってたり、三色ケーブルが入ってたりしますよ。リモコンはあると便利ですね。こんな感じのリモコンですよ。結構シンプルだし、今風だね、このデザインもね。こういう形のね、リモコンですよ。うん、ちょっとコロンといっちゃいそうだけど、電池が、単イオンですね。はい。まあ電池式なんで、本当はね、こういうの充電式が俺なんか好きなんですけど、電池式なんで、そこ変えちゃえばいいよねっていうものではありますね。まあ割とシンプルで分かりやすいものになってる。そして、これが、HDMI ケーブルですね。HDMI ケーブル最初からつけてくれてますね。さらにね、これ結構厚めのマニュアルですが、日本語の部分もあります。ちょっと見にくいかもしれないです。ここ日本語でも書かれてますね。操作感とかいろいろ書いてあるので、割といいね。わかりやすいよ。その、スマートフォンでの接続の方法もしっかりと書いてあるのと、これはiOS、Android 双方とそうです。またはそのモードの切り替えですかね。写真モードとか音楽モードとか映画モードとかそういったものの切り替えに関しても書かれていたりするので、まあその、プロジェクターが初めてな人でもね、簡単に使うことはできると思います。はい。そしてね、これがプロジェクター本体ということですけども。おお、こちら。はい。取り出しましたが、結構ね、これ自体はしっかりしてますね。バッグ自体も。これね、中全部ね、クッション材が入ってます。なので、まあもちろんそのプロジェクターを安全に、携帯するってこともできるんですけど、まあ場合によっては他のことにも使えるとは思う。うん、こんなの入れてくれるんだね。いや、俺今までその安めのプロジェクターいろいろ紹介してきましたけど、ケースが入ってるプロジェクターってなかったと思いますね。これは結構嬉しい。さあ、そして、こちらが本体と。いうことですが、どうだ。ええー。来ましたね。あ、しっかりカバーついてくれてるのは嬉しいですね。携帯するからそのことも気にしてくれてるんだと思うけど。へえー。おおおお。どう？そんなね、見た目ほど重くはないんですよ。まあまあまあ、これぐらいの重さだよねっていうところなんですけど。こんな感じよ。すごい。普通に、ちゃんとしてる感はある。で、裏側にね、HDMI が2系統あったり、USB とかね、あったりしますけども。で、まあこれこういう天井付けとかはちょっとできないんだな。天井付けはちょっとできなさそうな感じです。工夫しないとできないですね、きっとね。これはね、でここが多分足だよね。これね、高さ調整だと思うんですけど、これね、高さ調整かなっていう感じがしますけど、あったりするのと、ここはフィルターになってて、はい、さっき綿棒みたいなのが入ってるよって言いましたけど、それで掃除することができますね。フィルターまでちゃんとこれ交換もできるし、掃除もできるって感じですね。で、ここが外れるはずなんですが、そういうことでこれです。こちらがね、レンズカバーを取った感じですけども、ちょっと取るの苦労した。
ちょっと撮るの苦労したんだけども。まあまあ無事に撮れましたよ。で、まあ今ね、ちょっと見てみたんですけど、天井の吊り下げできますね。ここの、これそれぞれのゴム足になってる部分をこれ取ると、中にその天井吊り下げのところに取り付けるようにな、できるようになってるっていうところみたいですね。だ天井吊り下げもできます。はい。こんな感じですよ。で、こっち側で倍率を変えられるっていうところですね。うん。で、上の方に、まあ、簡易的なボタンがあるっていう感じですね。電源キーとかメニューの戻るキーがあって、あとはこれ左右上下選択できるっていう感じです。すごい簡単な構造になりつつ、まあ、スペックだったりとか、搭載してる端子類とかもちゃんとしてるっていう感じがしますね。はい。まあ、何はともあれなんで、まあ、とりあえずね、これ電源入れてみて、試してみないとわからない部分もいろいろありますから、ちょっとやってみましょうか。はい、ということで、電源を入れてみました。投影するとこんな感じですね。割とくっきりしてるかな？割とくっきりしてるかなと思います。色合いも、なかなか綺麗だと思います。若干赤がですね、実はこれオレンジっぽく見えてるんですよ。カメラ越しだと赤は赤、一番左ですね、エアプレイの部分赤いなって見えてると思うんですけど、実際に目で見た時にはちょっとオレンジっぽいかな、薄いなっていう感じがします。はい。で、マウスはちょっとね、6D ですよね。補正能力をちょっと見ていきたいなと思うんですが、よいしょ。オンになっている。あ、ちょっと待ってね。これは多分、こうじゃないんだよね。よいしょ。オンになっているで、これで補正がかかるはずです。ちょっと行きましょう。お、あ、補正かかるね。はい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 。これね、今若干、あ、すごい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 。今ですね、青い枠が画面ですけど、その周りにちょっと斜めに枠になってるじゃないですか。その感じで俺今傾けてるんですよ。なんか奥行きとかで斜めになってるんじゃなくて、もう物、このプロジェクター自体を今斜めにしてます。だから平らなところに置いていない状態。いわば。それでもこういう風にしてくれてますね。で、戻すとだんだんやっとこう、戻してくれるんだね。これが 6D 補正というところですか。なかなか素晴らしいんじゃないでしょうかね。で、ここには HDMI の1、2とビデオ、映画、音楽、写真。これは多分一番下のその3列に関しては、USB ですね。USB メモリーとかを接続してということになると思います。で、この AirPlay に関して言うと、そうですね。これはスマートフォンですね。基本的には。まあ、ミラキャストはまあ、別にスマホ以外でも対応するものありますけども、iOS のキャストだったりとか、まあ、ケーブルでも OK。あとはテレビの DLNA。だからレコーダーとか、そういったものに保存しているものかな。できたりするという感じですか。はい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 。ちょっとじゃあ HDMI 出力から先にやってみましょうか。よいしょ。ちょっと今ですね、PC の方に繋いでみてます。で、これは私が今作ってる動画なんですけど、PC の画面そのままですね、これね。遅延に関しては若干、これ今マウス操作ちょっと見にくいかな。こっちの方とかあるんですけど。若干遅延ありますね。
だからゲームとかだとちょっと厳しいんじゃないかなと思うところです。まあこんなまあ簡易的にやってるところですけど。で、ちょっとですね、これ撮影前に一瞬だけ試したところで言うと、HDMI だと 60Hz に対応してるっていう感じなので、まあやっぱりゲームっていうところはなかなか厳しくなるかもしれないですね。本格的にやろうと思うとね。で、動画に関してはこれ今 60fps のものなんで、一応こういうものは滑らかに再生されるはずです。で、一応再生を始めてみますが、プロジェクター本体にもですね、スピーカーは搭載されています。もちろん。はい、行きましょう。はい。こんな感じですね。いよいよ、ね、オートマトをやっていくときになりましたね。こんな感じよ。私、レプリカントバージョン22。これが初めてのインシリーズだったんです。で、ちょっとその前から行くか。よいしょ。こんな感じよ。色味は割と結構いいかもしれないですね。あの目で見てる感じだと、その動画の雰囲気とかを壊さない、割となんか角に補正するとかそういうことはしないようになってますね。うん、まあちょっとニーアオートマタ自体が若干その鮮やかさに欠けるようなものだったりするので、そういう意味ではあれかもしれないですけど、うん、今度これでやるのか、なかなかいい感じじゃないですか。で、この間も、あ、この間も補正はしてくれるね。若干こう、時間は補正に対してちょっと数秒遅れる感じですけども、補正はしてくれる感じですね。はい、ということで、ちょっと簡単にですけども試してみました。割と綺麗に映ってるっちゃ映ってるなというのが印象ですね。補正もしっかり働いてるので、もういい感じじゃない。これがまあまあまあ若干ね、その格安とまではいかないので、まあ考えがちょっと高めに感じる人もいるとは思いますけど、ピンキリではあるけど、まあこの価格でここまでちゃんと補正してくれてとか考えたら割とありっちゃありっていう感じじゃないですかね。で、今のところ俺自身がこの色味がどうのみたいなお話しましたけど、もちろんですね、これあの設定画面ありますから、好みである程度はですね、こういう色温度とかピクチャーモードとかっていうそういったところで、調整することは可能だったりします。うん、よいしょね。で、この自動補正っていうのも嫌だったらオフにして、マニュアルでここら辺4点補正とかキーストーン補正ってありますけど、そこで自分のね、その、まあ、固定、大体固定する人もいると思いますから、そういった時に、まあ、細かく、マニュアル調整するなんてことももちろん可能だというところですね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。個人的にはですね、映りとかそういったものっていうのは、まあ、このぐらいの、プロジェクターとしては、まあ、普通かなっていう感じ。あんまりプロジェクターを触ってない人からすると、おおってなるかもしれないですけど、割と普通です。色もそれなりにはっきりしていたし、明るさもそれなりだったし。ただ、やっぱり、その、こういったものの中では当たり前なんですけども、それなりにこう、ファンの音とか、そういったものはするので、
そこら辺はですね、プロジェクターをあまり触ったことがない人たちは、ちゃんとファンの音しますよっていうことは、念頭に入れておいてください。なので、これを真横に置いてとかね、自分の座ってるソファーの真横に置いて投影してとかっていうのはちょっとあんま考えない方がいいです。割とちょっと離れたところに置くっていうのが前提なので、まあ音をなかなか気にしないとか、まあヘッドホンで音は楽しみますっていう人だったら別ですけど、そこら辺は注意点としてありますというところです。で、俺が今まで紹介してきているプロジェクターの中では、ちょっと高めに位置するかなっていうふうに思うんですけども、それはそれなりにですね、しっかりその補正能力とかね、お見せしましたけども、自動でやってくれたりとか、あとはまあ、その多彩なそのメディアの入力方式があったりとか、するところなんかもあるので、あと、ちょっとですね、これレビューするのに期間が空いちゃったんですけど、ソフトウェアアップデートなんかもちゃんと来て修正されたりっていうのも、この間に起きてるんですよね。そういったところでは、逆に良かったなっていうふうに思いました。そういうこう修正までこう、やってくれてるっていうところが分かったんでね。で、そのソフトウェアアップデートも、まあ、有線と、あとはその USB とかメディアにその出しての、まあ、そこから読み込むっていう方法もあったりするので、結構、こういうこう、機器、ガジェットとかを知ってる人にとっては割と扱いやすいものになってるかなっていうふうに思いました。で、それで2万、今、クーポンが確か Amazon の方で出てたと思いますけども、安くなって2万2、3000円とかだったかな。俺が、見てた時はそれぐらいの価格だったんですけど、っていうところでは、結構楽しみが広がるというかね、日々のそのメディアの楽しみ方が広がるものにはなってるかなというふうに思います。ただ、これを、すごいこう壁一面に出してゲームをするとかっていうふうになってくると、ちょっと、さすがに最近の、こう、高リフレッシュレートに対応しているものとかに慣れちゃってると、物足りなくなるだろうなっていう感じはするので、まあ、現実と理想のこのね、違いっていうのをしっかり把握して購入することをお勧めするという感じです。はい。ということで、今回、ヤイバーの、プロジェクターをお見せいたしました。若干レビューまで時間かかってしまいましたけども、気になる方は概要欄に載っけとくのでね、チェックしてみてください。ということで、また見てな。バイバイ。